こんにちは、あきらです。あきらさん、お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、前回の動画の流れから池袋店の店長島崎さんを韓流言い慣れてない、やったことないにインスパイアされたメイクっていうことで、まあ、メンズメイクも確かに最近日本でも流行ってると思うんですけれども、メンズメイクブームの再来っていうのかな、まあ、ただ日本のそのメンズメイクと多分韓国のメンズメイクとはもうなんか雰囲気が全然違うイメージが僕の中ではしてまして、日本でメンズが本当に僕のとこ来てお化粧されるかってまず僕経験ないので、まあ、ちょっと見よう見まねで韓流意識して今日はチャレンジしてみたいと思います。どんな風になるかはちょっとお楽しみということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんな風になりたいとかありますか、店長？何もない好きにしてメイクされるのがないの。そうだよね、初めてです。本当にメイクですか？専門学校にちょこっとはファンデーションぐらいとかそれはあったんですけど、基本的にはだからないので。肌荒れも結構するよね。でも、肌弱いんですよ。見た目通り繊細なんで。なんで何もないんですか？スルーしとこうと思って。ちょっと韓国のその若い男の子って多分肌に対する美意識っていうのが高いんだと思うんですよね。なんか日本のメンズメイクよりも厚化粧みたいに見えるんですけども、ただ濃ければいいっていう感じでもないのかなって感じるので、ファンデーションはなるべく今日はナチュラルにしてみようかなと思ってます。美白でお願いします。美白白くなりたい？いや、そんなにならなくていいですけど美肌。なんか化粧水とかつけてます？なんかいつも。まあ、軽くはつけてますね。ここで売ってるやつ。なんか最近趣味で自転車乗ってるんですけど。健康的。だからアプローチつけてるとここがもう日焼けしちゃうんですよね。なあ。すぐ。焼けやすいですね。焼けやすいです。繊細なの。見た目通り。趣味の自転車は何？西川さんに影響されて？いや、その前から持ってたんですよ。西川はまあ、あいつイチャリ乗ってますね。あの子はだってね、結構趣味が自転車だもんね。なんか女の子とこんなことされてます、ね、お姫様だった気分になりますね。ね、なんかね、お姫様の気分ですよ、本当ですか？どうも、ね、俺もなれますか？なれます、変身しましょう、変身。これ今何やってますか？これ今保湿ですね、あのベース、ファンデーションのベース。ファンデーションのノリと持ちを良くするために。なんか男性の方がなんか皮膚が強そうだからメイクもしやすそうな気がするんですけど。強い弱いは関係ないですね。なんか皮が厚そうな、なんかイメージがあるじゃないですか。皮の厚さもあんまり関係ない。面の皮が厚いみたいな言ったみたいになっちゃった今。メイクしやすい顔、肌とかってあるんですか？お化粧をすることに関してはしやすい肌、しにくい肌っていうのはないです。ただ変化率を作りやすい顔とそうでない顔、もっと言葉変えると化粧映えする顔とそうでない顔。なるほど、はい、そういう意味ではしやすい、しにくいはあります。っていうとしにくい方しにくい。どういうことかっていうと、やっぱりお化粧映えってその目を上げたり下げたり大きく見せたり小さく見せたりしやすいかしにくいかなんですね。そうすると顔のバランス的にどちらかと言ったら外に向かってた方がいろいろ操作をしやすいんです。内心的とかって表現するんですけど、目が寄ってたりとかパーツが密集してたりとかってする顔はそれを広げることってなかなか難しいんです。外にあるものを中に寄せることはすごくしやすいんです。だから化粧映えとか変化率は狐がよりも狸顔の方が化粧映え変化率を作りやすいっていうのがあると。で、一時期今ちょっとじゃあ要望聞きました、彼に対して美白っていうちょっと冗談交じりで言葉が出てきたんですけど、果たしてじゃあ白いことが綺麗なのかって僕は思っちゃうんですよね。肌を白く見せることよりも肌を綺麗に見せること、ね、美白ちょっとでも白く見せたいけれども、お化粧してるとことしてないとこの境目にやっぱり肌色の色味の違いが出てきてしまえば、それはもうすでに厚化粧ですよね、ただの。だからやっぱり
努力できても1レベルぐらいだと思うんですよ。ちょっとだけ明るく見せるとか、あとパーツ的に明るく見せることによって美白効果を作ることはできるけれども、やっぱりファンデーションは白く見せるというよりも美肌をきれいに見せることを意識した方がいいと思います。これも多分韓流メイクっていう韓国の若い方が意識していることって、おそらくお化粧をする、ファンデーションを塗るということよりも毎日のスキンケアだと思うんですね。肌をきれいに見せるための努力を日々怠らないようにやってるんではないかなという気がします。気持ちいいですよね、アキラさん。寝れますよ、寝れる。女の人って大変だなと思う。しなきゃいけないものになるんじゃなくて、これを楽しめてるかどうかですよね。結局自分がこうやってお化粧することによってその気分が変わっていくことを楽しいと思ってる人が多いと思いますよ。でもちょっとお姫様の気持ちになってきました。なんないまだわかんない、まだわかんないちょっと憎しみこもってます、大丈夫ですか？痛くもできます、痛くもできます両方できる感じですね鏡も何もないから今自分が何がどうなってるかわからない赤目が消えましたね、うん、本当ですか？酔ってないですよね、歌舞伎役者みたいですもう歌舞伎終わりました馴染みましたか？本当に韓国の方って基本9本ぐらい使うんですって。9本、そんなに種類がある？普通なんだって。えぇ、ー、すごい、うん、できる日本人できる私なんかオールインワンだよ。1本1本僕2本使ってます。あ、すごいボケだ悔しい俺も2本ですえ、本当ですか？俺2本やばいかな。アキラさん何本ですか？僕1本です。1本派アキラさん肌綺麗ですもんね。僕保湿だけですね。ニベアのみ。ニベアいいって聞きますね。ニベアのボディミルク。島崎さんも綺麗になってる。若さに磨きがかかる。何にもわからない。ちょっと上下の唇こすり合わせるようにリップクリーム伸ばしてもらっていいですか？ここまではみんな一緒ってことですね。そうですね。ベースはだからもう本当に肌をきれいに見せる目的以外ないです。これ今でも相当変わってますよね。変わってますか？もう綺麗。ベースだけで。全然変わりました。全然わかんないただでさえ目力あったのに目で落とせそう。目落とせる、うん、なんか眉毛が自分の通常の位置より長い気がする。長いよ今。真ん中につなげましたどこやられてるか全然わかんない。ただもうなんか顔には何か塗った感がすごい。そうでしょう。普段お化粧しない人ってもうね、ファンデーション塗っただけでなんかちょっと息苦しさがあるでしょ。今皮膚呼吸ができない。なるちゃんの時はだって本当に女装だもんね。完全に女装です。うん、これどっちかっていうとメンズメイクは意識はしているので。開けてください。あ、それまで見ない手首くれました。彼ちょっと唇、上唇が結構出てるの、アヒル口なので締めるためにここ、まあ、口角作ったんですよ。開けてください。口角をここで止めて作ったんです。そうするとだらしなく見えなくなる。ちょっと締まった感じ。収縮色である暗色を使って口角、口元をちょっと締めてあげる。今僕ここだけ締めてるんですよ。で彼口角の部分で上唇が出っ張って少し垂れて見えてくるじゃないですか。でいてここが薄いんですよ。のでここを締めて逆にこっちは高さを、要は全部に暗い色でくくってないっていうところがポイントになってくると思います。どうなってんでしょうこれ。ふっくりすると思います。仕上がりました。もっとやった方がいい。いいんじゃない。すごいかっこよくなりました。さらに出来上がりです。ありがとうございます。
わあすごい、なんか上見た時全然違う。キラキラしてる。いただきます。いってらっしゃい。なんだこれ。すっごい自然ですよね。自然ですね。まあ僕たちちょっとずつ見てるからね、本人は多分相当な違和感感じてる。違和感しかない。美しい。もっとどうなりたかった？俺はどうなりたかった？原宿にいる。より韓国メイクっぽくなりましたね。なるね。そんなってことは韓国メイクをやりすぎなのかな。結構やりすぎかもしれないですよ。ポイントメイクはどう見てもやりすぎですね。ちょっと半笑いなんですけど。ちょっと色味足しました。びっくりするパパ。より韓国メイクですね、これは。韓国っぽいですか？メイク入れると韓国に。早く見せろよって。いってらっしゃい。いってらっしゃい。シワが目立ちますね。そうだね。ちょっとスキンケア頑張ろうと思います。結局お化粧し始めるとそこなんですよね。スキンケアがやっぱ大切だなって。やっぱ質感までは化粧じゃ変えられないから、スキンケア頑張ります。楽しかったですか？そうですね、はい、やっぱ女性って大変なんだなってのは。いやでもね、結構意外に女性はこれを楽しんでるはずなんですよね。今日は何色にしてみようとか、やっぱり自分じゃない自分に生まれ変われるって思ってるんで。で髪の毛とかね、もう額縁として一度切ったら、やっぱりだから美容師さんってすごく大切だと思うんだけど、お化粧って自分でこう日々変えられるから、今日の気分っていうのが出せる部分だと思うんですよ。だからやっぱり化粧した上で美容師としていろんな自分になりたいためのヘアスタイルの提案って絶対重要になってくると思うよね、はい、自分の顔に施されてた感じでお客様の気持ちも少しは分かってもらえるといいのかなと思います。まさか僕も店長にこんなお化粧するとは思いませんでした。まさかされるとも思わないですね。まあお互いいい経験ができました。はい、また楽しんでこんなお化粧していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をして、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。篠崎店長ありがとうございました。うちイケメンしかいないね。イカれてる。イカれてイカ店。あと店長。変態店長。変態店長。技術に対して変態もいるからね。